けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。仕様と特にないですね。役は伏せて進行していきたいかなって思ってます。占い師だけですかね、出てほしいと思ってるのは。って感じですかね。で、役透かしとかは基本的してほしくないと思ってます。で、占い師が例えば8番出た場合っていうのは、9番さんからその発言を聞いて、印象いい悪いのもいいので、精査を含めてください。それでもだいぶ色は落ちると思ってます。で、8番さんからなんですけど、僕の発言に必ず、なんだろう、印象いい悪い、なんでもいいんで、発言してほしいかなって思ってます。特にない、印象悪い、いい、ないとかっていう発言が一番良くないかなって思ってるんで、そこもよろしくお願いしますね。で、占い師に関しては、なんだろう、対抗殴るよりも、グレー精査を、なんだろうな、グレー精査を真面目にっていうか、ちゃんとやってほしいかなって思う。だから、結構発言とかは注視して聞きたいかなって思いました。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。7番さんについて、まあ、占い師、使用した人だけが役に触れればいいっていうのは良かったんじゃないんですか。あとは特に印象ないですね。うん、まあ、別に、狼だったら言わないとか、そういうことも別に言ってなかったから、7番さんは2周目です。はい。ムラリーのある進行論文言ってるわけでもないし、言ってるやろ、はい、グレーです。まあデフォクロだからな、それが正直な印象ですね。はい、いや、その、デフォクロだからな。はい、9番です。役職持ってます。一応伏せて進行する感じなので、一応伏せておきます。はい。まず7番さんに触れていくと、占いは対抗よりもグレーっていうことですね。対抗よりもグレーに触れるってことなんですけど、個人的にはしっかり占い同士も殴り合ってほしいかなというふうに思ってます。その結果、占い師だからこそ気づく矛盾点とかっていうのも出てくると思うんじゃないですかっていうところは言っておきます。はい。で8番さんは正直何が言いたかったのっていうと、7は2周目1で、なおかつ7はムラリのない進行論っていう、ムラリが特にない進行論を言っていたって言ってるんですけど、じゃあ8番さん目線っていうのは何がムラリのある進行論なんですかっていうところ、うん、しっかりと7番さんの意見を否定するのであれば、あなた目線じゃあその代替案をしっかりとムラに提出してくださいっていうところかな。うん、だから7番さんっていうのはまあ正直2周目1かなというふうに思っているが、8番さんっていうのは現状今、印象がかなり悪いです。はい、2周目とされても頑張ってください。以上。1番のプレイヤーが発言します。自分8番さん印象悪いね。俺7番さんめちゃくちゃいいと思った。あの役伏せ進行、これ絶対役伏せ進行したら強靭噛みってあるから、7番さん自身が強靭で噛まれてる可能性もあるから、強靭目も薄いんよね。だからまあ9番さんは新役だと思ってるから出なくてよかった。その理由って、狂人が占い出た時に狼囲いやすくなるから、出るなら2周目。まあ俺は出なくてよかったと思うけど、まあ7番さん、8番さん精査したら、8番さんって7番さんあんまり印象いい方じゃないって言ってたけど、俺はいい方だったんで、俺は今日8番さん釣り位置にあげたいかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いしますってことで、7から1について触れていきます。7番さんの役伏せ進行は本当にいいと思うよ。うん、あの役が、うん、まあ、9番さん役出ちゃったけどね、そこがちょっと不安要素なんだけど、役が伏せてればもう偽は黒打てないからね、偽占いってのは黒打てなくなるから、役伏せ進行は非常にいいと思う。だから7番さん印象良かった。で、7番さんを印象すごくいいと言った1番さんも、あの、現状すごくいいな。目線が近いなと思っている。ね。で、8番さん、8番さん全然情報つないんだよね。7を2周目と言っただけでね。うん。だから8番さんがね、すごい不透明な位置にいるんだよね。うん。8番さんが2周目もその様子だったら、全然情報を持たさないようだったら、
8番さんは釣り位置かな、うん、1周目前半位置だからね、ちょっと2周目で役出るかどうか分かんないからね、うん、釣られ位置になって急に役出るかもしれないから、8番さんに関しては2周目って言っときます。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。室人陣営で使用特にやりますせ。そうですね、七番さんに関しては僕前線服かなりいいと思ってます。なんで、もうこの段階から僕的にはね、グレーでもし行くのであれば7っていうのは外したいと思ってます。で1番さん2番さんに関しても、そこを印象いいって言ったってことで、まあ、基本は印象いいと思いたいんですが、なんで9番さんに触れないのって僕はちょっと思っちゃいましたね。1番さんに関しては、9番さんのことを、真の役だと思ってると、うん、ここちょっと僕は引っかかりました。ちょっと強靭人外で、まあ強靭人狼ちょっとわかんないですけど、まあ、人外側が無理やりセミの流れにしようとしてるっていうふうに僕はちょっと思ってしまったっていうところで、1番さん2番さんに関しては若干印象が悪い。で8番さんに関してはその7の思考にまあ反対する感じだったんで、僕的には 8が一番印象悪いですね。7だけ僕は白いと思います。はい、以上です。4番8番さん、ありがとう。はい、4番です。まあ、役伏せの進行論がめちゃめちゃいいといい、まあ、この状態で9番さんが役 CO をし、その状況下で Q にベタベタ触るような考察を落とした場合って、完全な役伏せ進行になり得ないというか、いろんな意味で透けてしまう気がするから、この状況下で Q に触る必要って、少なくともナノの進行論がいいというのであれば、必要ないかなっていうふうに僕は思ったんで、3番さんが2番さん、1番さんに対する叩きは若干不当なのかなって思ってました。あと7番さんは別に進行論を落としただけなんで、はい、それが無理やりあるないっていう審議についてはあるかもしれないですけど、まあ、進行論ですよねっていうところですね、はい。1番さんに関して1番さん自身が人外であれば、占い休止でよかったのかなと思うから、その思考を落とし何も使用してない点は白いのかなっていうふうに見てます。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。役職使用特にございません。まあ7、8で言ったら8の方が印象悪い。ただ7番は別に2周目1、普通に慣れてたらそういうことペラペラって言える可能性もあるし ね。で3番さんはどことも戦う準備してるなっていう感じですね。1にもその点で印象悪いって言って、まあどこにでも1をヘイトを向けられる準備はしてるのかななんていうふうに若干思いました。で4番さんが1が白いって言ったのがあんまりわからなかった。うん、だってさ、2番さんもまあほぼほぼね、ほぼほぼ同意見だったわけじゃん。でそしたら2番がローだったとしても9に白打つわけで、そこで1番だけを抽出してたのは4番の目線で引っかかったかなっていうところかな。うん、現状は8番のその60秒をたっぷり使って7番印象ないって言ってたのが、まあこの後どうなるかっていうところだけど、うん、多分だからその辺は4番さんからアンサー欲しいかなっていうふうに思っておりますっていう感じかな。うん、そんな感じですかね。うん、現状8、もしくはなんか3がなんかどことも戦う準備してるなみたいな、いうふうに俺はね、俺は取っちゃったんで、うん、そういうところです。3、8で現状上げときます。以上。6番のプレイヤーが発言します。特に使用とございません。占いに関して2周目なんだなってちょっと驚いてますかね。まあ、7番さんのじゃあ50秒の位置に出ればいいんじゃないですかね。はい、そういった流れで私提案させていただきます。4番さんに関しては結局8番さんに対して特に触れてないんですよね。いつも8番さんに対して私若干触れてますけども、それよりも3番さんの方を叩くんだっていうところに違和感ですかね。3番さんでどう戦っている印象っていうよりはですね、結構いろんなところにですね、ツッコミをたくさん入れてるんですよ。オオカミ、まあ、強靭だったらやるかもしれないけれども、オオカミでそこまでやるかって言ったところで、私3番さんを今のところ一番白く置いてたんですよね。そこに4番さんの叩きって、だから3番さんに そこまで叩く必要があるかって言ったところ、確かに発言一つ一つを吟味すればそうかもしれないけれども、じゃあそれが3番さんのオオカミたる要素になるのかって言ったら、それはちょっと4番さんの中ではちょっと違うんじゃないかなって思ってますかね。まあ、5番さんに関してはそこに、うん、結局4番に対しての便乗かって言ったところで、そこに関しても失望しましたって言った感じですね。4、5が気になるけれども、釣り引きに関して8かなっていった感じ。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師出ないですか？占い師出ないですか？じゃあグレー触れてきますね。僕一番いいなと思ったのは4番さんかな。8は僕に対して知らんって言ってて、で、うん、1、2、このまま伸ばしますね。1、2、3に関してはなんだっけ、僕のことを白い印象いいって言ったんだよね。で3番に関しては僕のことをほぼほぼ白って言って、白いって言ってて、あ、7白だから、あ、違うよね、はい、で言ってて、で4番に関しては僕のことを進行論だけだからって
言ったんで、ね、狼でも言えるって。だから僕なんかね、4番の視点が一番しっくりしたかな。僕って圧倒的に2周目打ちだと思ったかな。はい。で3番に関してはなんか4番が、あ、5番が戦う準備できてるなって言ったけど、そこは6番と視点が一緒だったかなって思ったね。3番ってあの1にぶん殴ってて戦う準備できてるっていうのはおかしいかなって思った。なんかローっぽくないなって思ったかなっていうのが印象だった。だから4、6が印象いいって感じですね。駒さんに関してはなんか視点がちょっと合わないっていうのが正直な印象で、8が占いなんだ。どうなんだろうね。8と2の潜伏理由聞いて審議つけたいかなって思うかな。で1番さんに関しては、ね、その僕を印象いいって言ってくれたのがいいんだけど、2周目かなって思ってるかな。占いの潜伏理由は結構注視して聞きたいかなって思ってる。で占い先のなんだっけ、3と7に対してはどう思ってるんですか、2に関してはって思いましたって感じですね。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、そうで、自分占い師でした。はい。で三頭ですね。でそうだな、9番さんがもう役出てるから出た方がいいかな。あ、よかった、グレーから出たのはいいですね。はい。ということで145からいきましょう。はい。2が強靭だとありがたいですね。まあ4番さん、自分の城先の3番の印象あんまよく見てなかったから4番でもいいし、まあ1番でもいいですね。1番は俺釣り位置上げてたから、明日占い決め打ちで俺に投票してきそうなのもあるんで、まあ、1か4から行きたいかな。はい。7番さんに関しては、2周目聞いても、あ、役、4番役。ちょっと待ってよ。いや、だって6が役で出てる時点で4番さん出ないと、おかしくないですか。っていうか、役ありじゃなくても、何の役か早く言ってもらっていいですか。9、4、6。おーい。え？9番のプレイヤーが発言します。はい、まず8番さんから触れていくと、8番さんの神目って正直低いんじゃないかなって思います。今日はグレーズ目の盤面でいいのかなと思っている。どうなんだろう。はい。で、そうだな。まあ、その盤面で例えば騎士は振り出して騎士を噛むとかっていうところも考えられるのかなって思うから、8番さんの目線でフルオープンっていうのはどうなんだろうなって思った。例えば騎士は何々出して、なんだっけ、カリウドはなんとかとかさ、裏な、あっていうふうにもうちょっと指示が細かく出せるんじゃないのかなというふうに思っています。はい。そうだな。まあ一番さんが、まあ正直個人的に気になったのは、まあ俺が確かにその場面で出るっていうちょっと意味わかんないムーブをしてしまったことは申し訳ないが、一番さんがそれだけで俺を更新で決め打つっていうのは若干盤面が見えてるのかなというふうに思ってしまったかな。全然強靭ケアとかもできたんじゃないのかなというふうに思ってる。グレーで行くなら1番さん。で、現状8っていうのは、あそこの盤面で、あそこの場面で全員役をフルオープンにしろっていうのは正直ムラリがないかなというふうに思ったから、現状8、28は確かに8の方が印象悪い。ただ2番さんの潜伏理由と考察を聞いて28の精査はつけるつもりです。はい。だからグレーで行くなら1、占いに関しては、28だと現状8、地点2っていう風になってます。5番さんに関しては、4が1が白いっていう意味がわからないっていうところ。まあ、俺はそれ納得できたから、5番さんのそれも確かにグレーだが1のその、9が白っていうのはちょっと違和感があるよ。1番のプレイヤーが発言します。いや、今日グレーからなんか行かないよ。俺5番さん狼で見てないから。5番さんその位置でもあと1人しかいないのに占い仕様してないのと、しっかり釣り位置言ってたのめちゃくちゃ印象良かったけどね、5番さん。だから俺もう5番さんの狼追ってない。
で、そうなるともう役に人狼いると思って、下手すればもう、強人ニートさえあり得ると俺思ってるから、俺ちょっと役開示してほしいかな。クロス声とかできるから、ちょっとして。9が騎士？俺4番もね、その位置で釣り位置言わなかったんだよね。どっちこれ？確かに3番さんが言うように、最初から出てきて、役寄せ進行させないために出てきた狂人っていうのも、十分あり得るね。って3番さんの発言で俺思ったからね。で、4番さん2仕様になってて、もう出てないでしょ、3仕様目で。ちょっと俺4番の発言聞いて4級どっちかに俺入れますね。うん、両方怪しい、マジで。俺5番さんの狼追ってないかな。2番のプレイヤーが発言します。ちょっとブレる発言して申し訳ないんですけど、今日って占いじゃないんですかね、1番さん。4級どっちかって言ってますけど、今日って28の案じゃないんですかね。これ、占い2で、狩人1で、で、4級が騎士でしょ。その212番目って、これ、占い決め打ちでいくんじゃないですかね。いや、セオリー違間う。違ってた霊らご能めんなが。さい。セオリー間違ったらごめんなさい。潜伏理由に関して、3仕様を狙ってました。狂人がね、よくね、役仕様だけ出ちゃうんだよ。役仕様とだけ出ちゃうことがあるから、ね、潜伏して、狂人に役ではなく、占い師として出させようと思って潜伏してました。失敗して申し訳ない。それが自分の潜伏理由です。結局2仕様ですね。太鼓の8番さんに関しては、狼で見ています。狂人って線は正直薄いかなと思っている。役って結構、役だけで出ちゃうと結構破綻しやすいから、役に関しては狂人の方が出ると思ってるから、で、4級でしょ？ 9 番さんが仕様遅かった理由って何ですかね？あと初週で出ちゃった理由っていうのがちょっと全然わかんないんで、現状自分は、まあ、出は4が明らかに遅かった。釣り位置に関して遅かったんですけど、それ4番さんに関しては、9のアーマー的なものを狙ってたんじゃないかなって思うから、現状俺はちょっと9の方が2正目に見えている。で、ちょっとセオリーわかんねえな。これ4級の欄ですか？ 2-8 の欄ですか？ちょっとセオリー知ってる人言っていただきたい。ね、2-8の欄だったらもちろん8。で、4級の欄だったら俺は9に入れます。以上です。すいません。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。もう僕的にもね、7、5、1っていうのはかなり白く見えてます。なんで、もしかしたら、騎士、占いで進路進路出てる可能性っていうのも、僕は考えちゃいましたねって思ってます。そうだな。まあ、ちょっと僕もそのセオリー的なものは分かんないんで、できればね、分かるのであれば、6番さんに、指定をしていただきたいんいで、や、今日とりあえ霊ず能い占ないいからと、ね。狩り、色見両れ方ないともか釣ら、りじゃな占いいでかすら行か。かないよ、新旧8は。番さん、僕に承諾してくれたんですけど、潜伏理由って明確に出しましたかってところ。まあ、最終的にね、こういうふうに場面がごちゃごちゃになってしまったんで、現状、はっきりと28どっちっていうことはできないんですが、まあ、占いを落とす場合って、まあ、騎士の、まあ、破綻っていうのがかなり見えてくるんで、まあ、そこに関してはごめんなさいと思います。で、4番さんに関して、僕、4番さんがちょっと最初怪しかったのは、なんか1番さんをやたら持ち上げて、なんか9に白が刺さってるから、占いだったら、みたいな、その考察いると思ったんで、14ってありえんのかなって思ったんですが、まあ1番さんがね、占い師をしなかったし、まあ2周目でかなり白かったんで、4に関しては、僕は、まあややね、新規仕様で思ってる。で、9番さんに関しては、普通役開示しないって思いましたよ。8番さんも最後、時間切れでそうなっちゃったけど、なんで1周目からずっと隠してんのって、偽だからじゃないのって僕は思っちゃいましたね。で、7番を印象いいと言いつつ、特殊役で出てくる、その理由も言ってないですよね。僕は思いましたね。9を偽で見てます。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、セオリーで行くのであれば、占いから詰める場面かなとは思いますけど、6番さんが指定していただければいいかなというふうに思ってますね。いや、できればギリギリまで潜伏してなかったんですけど、6番さんって圧倒的に僕を釣りをしたがってたんで、で、6番さんが役で、
なんかこれ流れ的にグレー詰め場面だったら俺釣られるなと思って早めに出ました。ギリギリまでなんかいろんな場面動くかなと思って潜伏を決めたんですけど、って感じです。理由はそれだけです。占いに関しては多分8が偽じゃないですかね。8が偽だと思ってますね。というかできれば占いが詰めたくて8を詰めたいなと思ってますね。なんかその考察で多分残して例えば8が死んだったとしてもあんまり信じれないなって結構僕思っちゃってるんでって思ってます。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。占い一定騎士がクロス越え的な感じか。占いで行くならやっぱ8と2で比べた場合って8番の方が偽っぽいよね。あの盤面で 3人役職出てきてすぐフルオープンしろよみたいなこともなんか強気には言ってなかったし、騎士に関してはまあ4番が出るのが遅いとは思ったが、9番がなんで役を伏せたがってるのかなって感じ。俺がね仮にね9番が俺が9番の立場で騎士だったとしたら、じゃあこれフルオープンしましょうっていう風に言うと思うんだよね。ここでグレーに行く発想って何なんだろうと思ったんですよね。シンプルに考えて、5と1普通に村だったらどうするんですかってシンプルに思ってて、騎士に関しては9番の方が偽だと思ってる。占いに関しては8番のその考察でも14から僕を釣りをしてたんでみたいな超適当な理由で14とか言ってて、あれ俺も8番釣りをしてたんだと思って、なんか考察甘々だったし、グレーに関してね8番の位置、まあそこは占いから行くかとか、占いから行くんであれば僕は8番に行きたいと思ってる。まあそこは6番さんが騎士をロラしようっていうんであれば僕は9番から行きたい。まあ、4番の最初の発言気になったが、9番があそこで約フルオープンにしようよって、9番から出なかったのはちょっとって思ったかな。だから騎士から行くんだったら9番から行く、占いだったら8番から行く、グレーはまだちょっと分かってないかなっていう感じですかね。そんな感じです。その辺の進行は6番さんの指示に従いますけどっていうところです。以上。6番のプレイヤーが発言します。まあなんか皆さん村の民意的になんか占いから行きたいみたいなんですけれどもね、8番さんと2番さんにはそれぞれクロス占いをしてですね、隠し城2枚の城圧迫をしていただきたいと思っております。はい、正直奈良もさんもだいぶ白い人ですよ。この人たちを隠し城2枚できるだけでもだいぶでかいかなと思ってます。逆に黒を打てるなら打ってみなさいっていうような状況だと思いますから、はい、その意味でその仕事だけやっていただきたいと思いますので、今日私4級のどちらかの精査でお願いしたいかなと思ってます。かつ騎士に関してはまあ私を護衛するか新っぽい、そうなら私護衛でいきましょうか。じゃあ今日だけは私護衛で、はい、噛まれた時は占い師が噛まれた時だけはそれはそれでですね、はい、まあそっちもう一つはそっちの方にじゃあ使えるからって言ったところから、はい、あの偽がスキルだけになりますから、はい、今日だけは私護衛をしてください。で騎士精査、まあなんか9の方が出方、4も出方的に偽っぽいって言ってたんですけども、じゃあ4番さん目線でですね、なぜ出方的にギリギリまで出た、っていうのと、対抗が9番で出てる状況か、9番を何で見ているかっていった精査、甘くないって言ったところですよね。8に関して、まあ9は結局8を叩いてまして、まあ2周目で、まあ2の発言は来てない状況下ではありますけれども、4の出方に関してなんか互いになんかあんまりその精査をしてないなっていったところが気になっております。4級どちらが行ってください、かつ私を護衛してください。はい、以上だね。全プレイヤーの発言が、その疑いにはどんな根拠があるのか。9、6、8が4。投票が終了しました。9、6、8か。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。はい、本当に真の騎士です。まあ真、そうですね、申し訳ない。というわけで、どうなんだろうな。まあ、4番さんに関してはまあほぼほぼどうかなというふうに思っている。っていうのも、あ、でもどうなんだろう。強人もあるのかな、全然。老強っていう目線は正直ないが、確定人外なんで、4は絶対来てほしいっていうふうに思ってるが。9、8、6、相方どこだ、なんて言えばいいんだろうな。
で、あの盤面で、あの状態で9を釣り下ろさないっていうところ、あなた目線、あなたの対抗っていうのは僕しかいない状態で、僕を釣り下ろさないっていうのはどうなのかなっていうふうに思った。うん、そのことから、まあ、どうなんだろうな、ローメンの方が若干高いのかな、わかんない、やばい、待つか、申し訳ない、まあ、とりあえず、僕が真の騎士だったんで、ワンチャン次6番さん噛まれる説っていうのもあります。はい。まあ、4が強だった場合っていうのは、ロー目線っていうのどっちが真かわからない状態なんで、6番さんを噛むことはちょっと難しいのかなって思う。うん。4がローだった場合っていうのは、そうだな、6が、全然噛まれ位置で、4が犠牲になるっていうのもあると思う。だから6が守られた場合っていうのは、6が守られたっていうのはあれか、6が生き残った場合っていうのは、そうだね、4のローが非常に高いと思うんで、4番さんを釣ってくださいっていうところかな。うん、そんな感じかな。はい、そんな感じです。というわけで、村の皆さん、本当に申し訳ないですが、頑張ってください。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ちょっともう、4決めよっていいかもしれないね。8釣るか、それとも、クロス越え占いどうなるか、白白なるんか、白白なったら、どうやる、白白なるんかな、これ38やないん。38にしか俺5の狼ないと思うけどな。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。7黒はぁ、はい、よろしくお願いします。緊張します。三角白、3番白でした。で、7黒か、うん、今日って、あ、これ28じゃないか、78の欄になるか、うん、もちろん8入れます。7白出てますので8入れます。うん、で、まあ6グッジョブで、グッジョブ来たからもう4騎士か確定だよね。9は強靭か、要はないよね、強靭か、うん、となると、7白3白だから1号か、1号どっちか、うん、1号どっちか、ちょっとうわー、どっちも精査ついてない。ちょっと待って、今まとめる、ちょっと今まとめる、1号どっちか、これ8級か、これ占い師ってのは言わない方がいいのかな。8級だ、8級人狼だ。うん。あ、行った方がいいのかな。1占います。次1占います。はい。1占います。で、グッジョブ来たからこれ4進確定。で、だからもう1号ですよね、1号。うん。8、1、8号どっちかしかないんで、ちょっと待って。なんだっけ、3白出ちゃったからびっくりした。うん。と言いたいところだけど、7、8の欄でいいんですよね、これ。8が黒って言ってるから。ね。もちろん8入れます。はい。7白なので8入れます。と言ったところで、1番さんと5番さんの精査、1の方が2攻めだから1占いたいんですけど、ちょっとすいません、混乱しちゃってます。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番さんに関して4がグッジョブを起こしたって確定するのってまだ早い気がしますので、はい。うん、神無し選択して守りましたっていう可能性も全然あると思ってるから。ただ昨日の9番の発言、遺言でね、6守られた場合って言ってたから、そういう意味では僕も4は死んで見てる、うん、そこまで落とせたら、よかったのかなっていうふうに僕は思ってますね。7、8の欄、現状では僕は最初から7っていうのは白いと思ってて、強めもないんじゃないかなと思ってるんですよね。人外だったら全伏せってやっぱり人外の占い師に対してかなりきつい状態になると思ってるんで。って考えると、まあ現状、まあ、8番さんの昨日の2周目の釣り位置等々に関してね、結構適当感があったんで、と思うんですが、若干8も強っぽい、9も強っぽいみたいな感じになっちゃうんですよね。うん、まあ、この後の発言聞いて、入れたいと思ってるんですが、一応6が、ハンターをアーマーしてる可能性がある。なんで1号に簡単に黒は打てないよっていうふうに僕は言っときます。はい、隠しろですね。まあ、この後の発言聞いて、正式に入れるとこやっていきたいと思ってます。ただ6番さんが、4に関して不安でローラーしたいというのであれば、まあ、4でもいいのかなと思ってますね。現状4は僕は神殿を見ていますが、9の発言から、はい、
以上です。4番のプレイヤーが発言します。よいしょ。昨日9番さんか、9番さんが言ってたのは、一応今日ね 2番さんですよ。 2GJ です。 2GJ、はい、6ガミは起きないかなと思って、8の圧倒的に偽が終われてたから2ガミ入るんじゃないかなと思って2に声入れました、はい、なんだ、4番は9を釣り押さなきゃいけないみたいな不当な殴りされたんで、クロスゴレーツ続けていけば2セットつけるから、別に狩人目線って対抗の精査なんかどうでもいいんですよ、この2、1、2番目ってっていうアンサーです。まあ8でいいと思ってます。8に新目が一切ないかなって思います。黒いかな。ただ8の今日も可能性としてはあるかもしれないですね。なんか発言で芯取る気があんまりなく7黒ってるんで、8の強っていうのも可能性としてはあるかもしれないですね。で9がローで1号ガラスと。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。4番さんが2グッジョブ。まあ9番確かにあの発言シーンは追えないが、これ4-2ローローとかだってもうこれで8縄かけ始めたらもう止まることはなく負けに下走るしかなくなるんだが、まあ8-2に関しては8の方が偽っぽくは思うが、4番の処理をどうするかっていうところだよね。俺安定進行大好きなので4行きたいと思うが、まあ占い、7-8のランで行くんだったら、まあ、まあ僕は8ですね。8が偽だと思ってるし、2は2の方が新目が高いと思う。7単体から黒要素はまあ特に挙げられない。まあ5番と、まあ、視点が合わないなとは言われたが、それで別に僕を黒く塗るわけでもなかったから、狼要素的なものは別に7番から拾ってはいないですね。これ難しいな、ちょっと待ってね。で、となると1番が、ああ、そっか。でも8-4ローラーだってそんなことはしない。4番が強だったとしてもどっちが主人かわからないのにそんなことはしない。だから4が偽だったとしたら4-2ローローぐらいしか考えたりえないっていうところか。なるほどなるほど。で、8が偽だった場合、そうなると僕か1番さんが疑われると。1番さん単体では、まあ、なんだろうな、まあ、僕が白っぽいって言ってくれたのはありがたいが、村要素も黒要素も拾ってはいないです。拾えてはいないですね。8-7で行くなら8行きます。まあ、騎士行くなら騎士で、以上。6番のプレイヤーが発言します。まあ、いいんじゃないですかね。グッジョブが起きているので、はい、一旦とりあえず4に関しては、噛まれるか噛まれないかに関して、とかですね、また翌日見てからでもいいと思います。7、8精査でいいと思います。そうですね、1番さんってあんまり戦う、狼として戦う意欲がないんですよね。昨日グレーに関して、まあ結局4が騎士で出たので5と1しかグレーいなかった状況が5をずっと白はじきしてるんですよね。1番さんを狼たる要素って何か拾えたのかなって言ったら、私の中では全くもって拾えてないんですよ。まあもちろんこの場面が詰まっている状況か、5番さんが1を疑う姿勢も必要だし、1番さんもまた5番さんを疑う姿勢が必要にはなってくると思いますけれども、1号に関して、まあ、2番さんがなぜ次1を占い、まあ別に1を白出たら結果的に、5黒になるので別に、まあ別にそこは2番さんあまりどうでもよかったんですけど、2番さんが若干1番ですね、占いたかったっていう理由をですね、もうちょっとだけ情報が欲しかったかなっていうところ、占い師の真偽をつける際にっていったところで、7-8か、7か、7単体で別に黒いところなんて一つたりともないんですけれども、はい、4番さんも陰に寝ましたね、2守りなんて、はい、ここで噛まれたら私あなたに発砲する状況だったんですけれどもね、はい、賭けでしたね。まあでもとりあえず成功してるっていうところから2連が入っちゃうかな。7-8どっちか行きますか。はい、7-8どっちか行きます。7番のプレイヤーが発言します。まあこの中で僕目線が一番しっくり、しっかりつけてると思う、つけてる、しっかり見通しができてると思うんですけど、僕視点は2番さんが死んで8が偽が確定しました。で2番さんの占い先見てラスウルを決めればいいのかな。でも8がウルフかどうかって言った時に、8っていうのは昨日ほぼほぼみんなから2戦で終われてたから、8強っていうのも追わなくちゃいけないのかなって思いましたね。その後9ローになってきて、
っていうのはあるけど、占い神経に関してはもう逃がしんっていうのは僕目線は分かってることなんで、今日8位って言いますけど、1号の黒要素っていうのはね、なんかね、拾えてないんだよね。僕は初週の段階で、6と4がいいなっていう視点。で、5が3に対して戦う準備をしてるって言ってる視点が合わないっていう発言を残してて、で、1番に関してはグレーズリーの中で1号ないんじゃないかって発言をしてるのね。1号ないから、だったら占いか霊能かっていう発言を残してるから、難しいんだよね。1号の精査って非常に難しいと思ってる。だからそれも今日8つった後に2の占い結果を見た上で判断すればいいと思ってることだから、特別難しくはないかなって思ってるんだけど、なんか引っかかるんだよね。なんか引っかかるんだよね。そこが今僕視点ですごい引っかかってるのがうまく言えない現状があるけど、今日8つで明日の発言で僕のその引っかかりを取っ払えたらなって思ってますね。はい、今日8番のプレイヤーが発言します。7にローロー9強か、もしくは2強の47ローローだと思ってますね。で、2強47ローローが濃いと思ってる。理由を言うと、なんだ、昨日俺が占いに出た後、3仕様に なったじゃん。で、そう、俺が145にヘイトを向けた時に4が出てきたんだよね。だから4が狼目が高いですね。強人だったら利敵になるから出てこないと思う。そのまま釣られると思う。4が強人だった場合って、グレーから行くか、っていう、展開になると利敵になるから4は多分狼だと思う。はい、うん、あと多分噛んでない選択を選んでると思いますね。困ったな。じゃあ俺を偽で見てる人は狼で見てるんですかね。どこともラインないし、強人で見てる人はじゃあどこがローなんですか。俺だって昨日何 ?4 提示させて、その、役職から行こうとしてんのに。で、2番なんか俺を釣り押してきてる時点で強靭目高いじゃないですか。8から、2、8の欄にして、8から釣ろうとしてるところが。今日は7番さん行ってください。1番のプレイヤーが発言します。いや、俺ね、もう9がもうめっちゃ偽っぽかったから、もう9俺強人だと思ったの、いきなり出てきたから。狼だったら俺いきなりは出てこないと思うから、あの遺言聞いてもう9は強だなと思ったから、9強軸で行くと4が死んで占いに狼が出てるってなると、2が死んだと7白でしょ。で、5番3的に場所的に白いから、俺は3、8人狼追ってたの。で、3、8人狼追ってて、2番さんが三角白になったってことは、3、8がないんだね。これ3、8がないってなったら、8、9人狼だと俺思ってた。8、9人狼の強人ニートだと思ってたんだけど、4が2超えってなるとまた、狂ってくるんよね。そうなると、8、9人狼で絶対2なんか噛まないから、そうなると8が強なのよ。だから俺も5番3しかないんだよね。疑ってなかったけど。だから5級人狼の8強じゃんじゃないかなと俺思ってて、9番さんが役 CO で出たんで、もう5番さん占い CO で出れなかったんじゃないかなと俺思ってんだよね。またここで5、1の欄を押したらあれかな。俺疑われちゃうかな、ここで5、1の。まあ、いっか、多分、2噛まれるだけだと思うけどね、8言っても。8が狼で2噛まないよ、これ。いや、俺5番入れるわ。全プレイヤーの発言が。その疑いには、どんな根拠があるのか。
票が終了しました。うん、多分ね、これ号泣人狼の8強じゃないの。ほら、8番の遺言を発表してください。あ、ごめんなさい、負けました。負けたで、これ多分47ロールやろ。4が真だったら、まだ勝ち目はあるけど、4が真だったら27ロールの急遽。なんか2噛まれたら俺らで勝ちか。噛んでないを選択してると思うけどね。2噛まれたら1。いや、1周目で芯取れなかったのがきつかったっすね。ごめんなさい。まあ確かに2が7に白打って、それに黒打ってるから俺強靭見られてもおかしくないもんな。いや、6に隠し白作れって言われたから普通に裏だったんやけどね。うん。まあごめんなさい、負けですね、村。いやー、まあ4も9も言ってることおかしいから、どって4の芯もあんのかね。騎士芯だったらいいけどね。いやー、4偽で押し点がやっぱもう芯じゃないよ。7が9に入れてるから9のローはないんだよね。うん、2は占いから行こうって言ったから、多分強靭だと思う。47ローローだと思うけどね。まあ、4が死んだったらまだ勝ち目はありますね。9の強靭が落ちてるから。うん。あとは任せた。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いやー、もうこれちょっと八幡さんの視点が合わない。これ2噛まれるやろ。だから取って1と5の勝負よ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。行こう行こう。3番のプレイヤーが発言します。そうっすね。1号になるのかな。正直9のシーンって遺言的にも追えないんだよね。4番さん、まあ2守ってたってことだからね、昨日。まあでもそれも布石っぽくは見えちゃう、申し訳ないけどね。まあ結局グッジョブ起きてたんならよかったのかもしんないけど、現状1号に関しては、5番さんっていうのは僕が1周目に、ね、戦い準備してるって言った時に、僕7に関しては白弾きしますよって言ってるから、そこちょっとどうなのかなっていうのは1周目引っかかった。ただ1番さんに関しても引っかかるところがあって、9番さんが、まあ、前線部印象いいみたいな流れの中でね、9番さんがセミで出たときに、1は9を死んでみたっていうのがちょっと僕的には考えられなかった。これ1周目にも言ったけどね、そこの理由、どういうふうに見て、9に関してはほぼほぼ触れなかったのかっていうのは知りたいかなと思いますね。1級人狼8強で、まあ8強は分かんなかったとして、1級人狼状態で、9が出てしまった、だから、1番さんは、何もしようができなくて、グレーに残ったっていう可能性も僕的にはちょっと考えちゃったかなと思ってます。そこに関しては1号を2人ともにちょっと聞いてみたいですね。はい。で、4番さんの処遇に関しては申し訳ないけど6番さんお願いしたいなと思ってます。4番のプレイヤーが発言します。まあ苦味が入ってるんで、まあほぼ1号釣り切りで大丈夫だと思いますけど、1号釣り切りで終わるかなと思ってますね。まあどうだろうな。7ね、そこだけじゃないですか懸念点は。だ8の芯を追うかどうかぐらいだと思ってますよ。8の芯ってでもほぼないと思うから、まあ自信はない。昨日の時点で紙なしを選択する理って全くないからね。苦味は俺絶対に起こってるから、
イチゴの競り切りで終了かなって思ってますけど、まあ、5番さんが昨日安定で僕から行きたがっている進行を取っていたことから今日は5番さんからでいいかなって思ってますね、はい、まあ、8号ローローじゃないですかって感じです、はい、5番のプレイヤーが発言します。あー、8号ローローだったあるんか。はい、8番です、よろしくどうぞ。みんな目線は5、1のランで終わるっていう発想なのかな。8番が仮に死んだったとしたら7、4ローローだとしたら2番を噛む意味はない。7、4ローローだったとしたら7、9ローローだったとしたら7、9ローローだったとしたらそれも2番を噛む意味はない。だから8番がほぼほぼ2世代だった。でそしたら5、1のランで終わるの。でもそしたら4が真の要素って何なんだ。4番が仮にローだとして、じゃあ、2が真だったとしましょう。7、3、1、1、4、ロー、ロー、8、強。っていう盤面もなきにしもあらずってことなのか、この盤面は。8番が強靭で、白のところに、バーンって黒打ったとして、それで4番が神無しを選択する。で、1番が占われたらまずいと思って2番を噛む。その可能性も別になきにしもあらずなのか。じゃあそしたら俺が死んじゃダメだ。俺は自分の村と、まあ、6番さんが大丈夫、3番さんが隠しろっていう情報しか落ちてない。で、まあ、7番さんは盤面的に見たらほぼほぼ白だと思ってることから、今日は1番に行ってください。で、1、4ローローの可能性なきにしもあらずだが、仮にこれで4、5って残されてもみんな俺来るからな。結局意味ねえな。そうしたら1、4ローローの可能性もあるよって僕の考察の中ではありますがっていうことだけ残しておきます。はい、6番のプレイヤーが発言します。結局5番さん目線では1は何らかの形でつながってるっていう発想なんですよね。1番さん老起点なんですよね。昨日1番さんってあなたに投票してるんですよ。5番さんそのあたりに対して何か突っ込む要素とかですね、なかったのかなって思ったりしますかね。1番さんもしっかり、うん、8を残せ、うん、あの場面も村の民意的にはほぼ残せない状況下において5に投票する意味って何だったのかなって、うん、1番さんには問いたいかなと思ってます。うん、まあ、5番さんがもう8を2世決めるってなら盤面上隠しろ、これ言うこと自体は別にいいと思いますよ5番さん。それを言うこと自体はまあ別にいいんですけど、なんか1に対しての、1と4のつながりってどこにあるのかなっていったところの情報が5番さんから落ちてこなかったかなっていう感じですね。ちょっと5番さんの視点がなんか追いついてこないなとは言っても、1番さんに関しても昨日の盤面8を何と思って釣らずに5に投票したのかっていうのはかなと思ってるですね。まあ、7番さんがある意味一番見えてる世界が多いんじゃないですかね。7番さんの意見も参考に5、1どっちか行こうかなと思ってます。ちなみに4番さん昨日護衛はして護衛ですか。4番さん護衛日記だけちょっとは後で貼っといてください。まあいいや、貼らないなら貼らないでいいですけど、はい、以上、6ですね、ありがとうございます。7番のプレイヤーが発言します。僕視点で言ったら8の偽と3の白、6の白しか知らないんですよ。で、なんか2が噛まれてるんだよね。2が噛まれてるんだよね。で、4が死んだった場合って2は連神されてるわけよ。そしたらグレー、1号どっちかにローがいるって下なんだけど、5番が言った通り8が強靭だった場合、8の相方たちが見当たらなかったから8が強だった場合っていうのは4がローっていう視点も終えるんだよね。で、その時に1番が僕が役捨てた方がいいって言った進行で9番が出ました。で、1番が9番に対してなんだっけ、役出る必要ないじゃんって言ったのって1級には見えなかったなって思ったんですよね。1番っていうのはその役伏せ進行がいいって言った発言をしてて、だから9番が出たことに対して出なくてよかったよっていう発言を残してるんだよね。それは1番の進行論、僕の進行論に乗っ取った上で1番が9番を叩いてることだから、別にそうでもなんでもないと思ったんだよね。で、じゃあ4、1なのか、5番視点で、8強の1、4なのかっ
ていう視点もよく分かんなかった。だったら4、5、8、強の方がしっくりくるのかなって思ってるんだよね。2の噛まれたっていうのがやっぱなんか下せなくて、8の相方がいないことから8は僕強で置いてるんだよね。で、9が真だった世界もちょっと見づらいんだけど、でも9が真だった場合って4がローになるから、だから僕は4行きたいと思っちゃってるんだけど、ダメなのかな？ちょっと1の発言も聞く。1番のプレイヤーが発言します。いや、4なんか絶対釣らないよ。もう4番さんって絶対決め打つよ。釣らないよ。でも7番さんもここで4釣ろうとしてるのめっちゃ怪しいよ。まず9番さんの遺言聞いた？あの9番さんの遺言で俺は絶対あれは芯ないと思った。で、あの4番さんが2声してる時点でも8の狼はないと思った。8が強ってことは、8が強ってことは9がローでしょ？で、初日占い潜伏になった理由って、もう9番が出てるから5番って占いに出れなかったっていう考察になったのよ。ってなると、もう5、9しか見えなかったのよ。で、4番さんの考察がちょっとしっくりきたと思って、5、8人狼の9強だったらちょっと納得できるかなと、俺思った。で、自分の白要素って4番さんを一切疑ってないとこね。5番さんに関しては、昨日騎士から行こうか、占いから行くなら8、騎士から行くなら4って4番釣ろうとしたとこ。だからハンターの発言力でハンターが騎士に行くって言ったら4に行く席を十分打ってたよね。うん、それが5番さんにせよ、そう。俺7番さん、もし5番さんで終わらなかったら7番さんとも戦うよ。地紙も十分あるし、7番さんがここで4行こうとしてるのめっちゃ怪しいよ。もう4番なんか絶対行かないから、決め打ちで。今日は絶対5ね。俺は絶対釣られない。絶対、もう5で終わんなかったら7釣るから。全プレイヤーの発言。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番。わあ、わんねんだ。遺言を発表してください。うーん、7だ。これは負けたんじゃないか。これは負けたんじゃないか。4が死んであればまだワンチャンあれば、これは負けたんじゃないか。4-1ローローとかで、5-9ローローで8が強だった場合って、俺って4-9だったら9に行きますよ、8-2だったら8に行きますよっていう風に言ってる。安定進行で行くなら騎士をロラするっていうのは別に村人目線、安定進行大好きマンだったら仕方ないことだから、そこで俺の黒要素っていうのは他と違いであるし、俺が1-4ローローの可能性を追ったのって別に普通のことだと思っていたんだが、これ2-7人狼だ。これどう、これ負けなのか。で、4番は俺に雑に5と1だったら5に行くって言って、1番は5、1本指定で、僕で終わらなかったら7番と戦う。7番と戦う ?7 番がローで8が真だったとして2が地紙した。2が地紙する必要ってある ?2 番が信用されてる中で。そしたら騎士間でさ、騎士が噛まれましたねってなるくない？だって1番さん最初の方は俺のこと村置きしてて、ここで急に5-9ローロー8強もあるよって、まあ昨日からか。その論って俺からしてみれば逆もありっきりだから、それで俺の黒要素足りえないと思っている。盤面的に俺が出てこれないって言うんであれば、1番さんも出てこれない盤面ではあるし、まあ、これ6噛んだら1打ったら、6噛めないやろ。3かもやろ。3かもな。4かもんかな。いやー、これ護衛してくれ。俺27人狼の88のシーン追えねえけどな、あれ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。打ってくれ。俺打ちでいいよ。もう俺打ちでいいやろ。
俺うちで勝ち確やろ。打ってよ、絶対。昨夜死亡したクリエイター役職は、なんで打つの？カリウド7番。うわぁ。はい、ああ、じゃあ、一郎ですね。一郎ですね。ああ、もうなんでそこ打つんやろ。妊娠の8強で4黒 ?1 黒かな。でも1番さんが黒ってことは僕してるんで、もうこれですっきりしました。で、僕で昨日4番さんに行きたかった理由っていうのは、5番さんが言ってる論もワンチャンあるし、14も繋がってるんであれば54も繋がってるような視点があった。で、なおかつ2番さんが連紙されてることも、俺打ってばいいのにね。2番さんが信頼高いって言われてた時に、8番さんの相方、8番をロードの時って8番の相方が見当たらなかったから、それが僕が2日目に行ってた、3日目に行ってた、不安だなって、なんか違うんだよなって言ってた視点かな。はい。だから8が、8が強靭であるから、あることから、二郎残ってるんじゃないかなって思ってたんだよね。という考察になるんですが、はい。一番さんに関しては、なんだろうな。ああ、でも9強4進、八郎、一郎、八強九一郎郎かな。いや、わかんないね。でも一番さんが郎ってことはそうだよね。相方が結局なんかのアクションを起こしたことから1番が出れなかったっていう視点かな。だから5番が言ってた視点と視点が正解だったのかなって今になったら思ったかな。まあ、さんまさん1だと思ってるけど頑張ってほしいかな。今日は17のランで1番さんに入れてほしいですね。以上です。1番のプレイヤーが発言します。ちょっと死体蹴りで申し訳ないけど、打つなら1か7だよ。もう4は決め打ち進行で言ってるから、打つなら1か7で、俺が噛まれて終わってなかったらもう7の黒って分かったから、もう4は決め打ちなのよ。あの9番さんの遺言的にもう進は終えなかったから、6が護衛できたらっていう時点でもう4番の騎士を知ってる感じだったから、もう9は陣外なのよ。で、5番さんも4番さん釣ろうと思ってて、昨日7番さんも4に行こうとしてたよね。だから7番さん狼で4釣ったらもう明日1号の精査で勝ち確なのよ。で、これ内訳は27人狼の急遽、27人狼の急遽、地神したか神なしか、4番さんがとりあえず2護衛したからもう地神したら7番さん逃げ切れるねって2噛んでるのよ。で、3番さんここは1回決戦にしてほしい。7番さん目線の俺の相方軸言って。多分言えないと思うよ。俺は言える。27人狼の急遽。ちょっと8番さんの芯がなかったのは、これはちょっと3番さん精査に入れないでほしい。あの、17精査でどっちが白いかを言ってほしい。まあ質問があるなら質問言って、俺は何でも言えるからね。何でも質問返せるから、とりあえず決戦にして。とりあえず7番さんには1の相方と強靭位置をしっかり言わせて、俺はもう言える。27人狼の急遽。俺は一切4を釣ろうとなんか一切一言も言ってないからね。3番さん質問があるなら言って。まあ、6番さんは1か7落ちしかなかったよ、昨日は。3番のプレイヤーが発言します。はい。1回目に関しては、じゃあ、投票放棄します。決戦投票にします。まあ、僕的にも1番さんと一緒で、9番さんの芯って追えないから、4芯だと思ってて、7がそこに行こうとしたっていうのは、まあ、考え方的に2浪残ってたらっていうのも分かるは分かるんだけど、なんかちょっと縄伸ばしのようにも感じてしまったっていうのが現状あって、で僕は7級浪浪だと現状では思ってるんだよね。7が逃げ切り位置入れるかなみたいな。ただ1番さんに関しては初週9番さんが出たことに対して僕って殴ってたと思うんですよ。1番さん2番さんなんで9が出たことに対して触れないの、新目に見るって何、新役で見るって何っていうふうに言ったと思うんだけど、そのままの流れで来てたはずなんだけど、その理由を1番さんに言ってほしいと、7番さんって1番さんのその発言でなんか9に対して良くないよみたいなことって言ってたのかな。1番さんが9に対してそう言ったって言ってたんだけど、俺逆の方向に切ってたから、
だから1周目叩いてたんだけど、っていうところなんだよね。これ難しいな。正直僕残されんのかっていう感じなんだけど。まあ、ちょっと、はい、決戦投票しましょう。はい、間違ったら申し訳ないです。村の方。はい。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石。これ打ちどこが悪いよね。1番のプレイヤーが発言します。はい、あの質問を受けた9番さんが出たのに関して、なんで偽を負わなかったのだ、初心者と思ったから、初心者だから訳も分からず俺出たと思った、だから9を新名に見たので、俺なぜ7番さんを釣り寄さなかったっていうのは、8番さんの新名がなかったから。4級精査で明らかに4の新名が高いのに8は4言ってるし、8番の遺言で9釣られ、9の遺言でまだ4の偽追ってたから、もう8の芯は切ってたから、7は白角でもう4は決め打ちだから俺は5に行ったのよ。けど実際のとこ8が芯なのよ。だからもう8番さんの精査をしないで、17の精査でしてほしくて、7番さんの黒要素って4番さんを釣ろうとしたとこ、もう決め打ちできなかったとこ、そこがあの7番さんの黒要素ね。7番のプレイヤーが発言します。いや、決め打ちできなかった黒要素っていうか、安定進行じゃないな、ごめん、4番の白が、4番が真かどうかは分からないから、僕視点で。で、僕視点で分かってるのは 2が真で、8が偽物ってことだとしか分かってなくて、で、この盤面だったら1がローなんだけど、1がローの場合って、1、8ローロー、9強陣もあるよね。それか1、9ローロー、8強陣もあると思ってます。はい、で一番の黒要素なんだけど、一番っていうのはなんだっけ、もうメタ発言してんじゃん。9番がメタで出てきたから、初心者と思って出てきたって。だから9がローだった場合って、初心者だったから出てきちゃったから偽で追えなかったんじゃないんですかって思いますけど、それが一番さんの、これもあしまった、なんで6が構えた理由ちょっと、僕視点では5-4 もつながってるし、1-4 もつながってると思ったから4番さん落としたいって発言をしました。なので今日は1番さん言ってください。 なおかつ2番が地神するメリットがない。全プレイヤーの発言が、私はただ虫、私はただ虫、よかった。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了、村人陣営の勝利。いや危なかった、やっぱ4進だね。いやもう 9番さん7番さん本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。やった、絶対1やと思ってました。いや7番さんがその僕が1に対して言ったその役の出方とか、その9が出たことに対して芯で見るってなんでっていう発言に対して、昨日かなんかの発言で7番さんが、いや1は9に出るなよって、その役の出方するなよみたいなこと言ってたって言ってたんですけど、僕その覚えがなくて、そこに対する話がなかったから最後7入れました。いやこれよかった、これもう HP なかったね。俺だから打って欲しかったね、6番さんには。ああ。うん、あれはもう4は釣らない進行で言ってるから、4打ちだけはなかったね。すみません。7か1打ち。うん。村別的に作り出した方がいいかなと。2強だった時は7が逃げ切り1になるんですもんね。うん、で、5番さんにはちょっと申し訳なくてね、ちょっと、4釣ろうとしたところが黒かったのと、8番さんがね、9の遺言聞いてまだ4偽追ってたから、もう8の新切りで7白置きしてたのよ。そこはちょっと5番さん申し訳ない。いやーまあ、でも4のローもワンチャンあるかなって思ってて、まあそこは申し訳ないですね。自分が悪かったですね。
いやもう本当に9番さん初日つっちゃってすいません。で7番さんには本当もう後半押し付けちゃって本当に申し訳ないっす。いやもう全然自分も真っ黒黒付けでした。マジ申し訳ないと思って。これさ、地紙したの、それとも紙なし？あ、地紙です。あ、地紙か。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。